ラッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？はい、ふなぴも元気ですよ。リアットホームって言った具合でやってきますよ。やりましょうかね。はい。鬼は外、福は内、パラッパラッパラッパラ、豆の音、鬼はこっそり逃げてゆくってね、節分でございますよ、ね、皆さん節分の日いかがお過ごしですか？はい、ふなぴーはね、若い頃はね、節分にはね、豆まきぐらいしかね、こうなかったんでございますけれどもね、いつの間にかね、節分イコール豆まきイコール恵方巻きってなっておりますよね。全国的にね、普及されたのは昭和から平成に移り変わる頃なんですね。はい、昭和の中期ですね、大阪の寿司の組合と海苔の組合など、作る人のみならず材料メーカーを巻き込んだ、大キャンペーンをね、やりましてね、その盛り上がりを見せてね、大阪周辺にね、定着したわけでございますね。はい、そして平成元年でございます、ね、あの大手コンビニエンスストアが広島県店舗で、恵方巻きとして節分の巻き寿司を商品化して、7年後西日本で、さらに3年後、全国で販売を、展開させて、これがね、実質上のね、全国展開になったきっかけとなっておるそうでございますよ。はい、まあね、節分にね、美味しいものをね、いただいて盛り上がるんだったらね、それもいいんじゃないですかね。大いにね、乗っかっちゃいましょう。はい、今回はですね、お寿司屋さんの本格恵方巻きをスシローさんで買ってまいりましたね。豪華な太巻きがパワーアップされて、特上太巻きハーフサイズでございますよ。はい、こちらでございますね。うわ、すごい、こんな感じにね、入っておりますよ。はいね、こちらね、税抜き580円、長さが 9.5 センチとなっております。数量限定、1月2日より店頭、電話、ネット注文で受け付け、販売期間は2月1日と2日、事前予約のみ2月1日に受け渡しとなっております。はい、ちょっと開けてまいりましょうか。うわうわ、具材すごいはみ出ておりますよ。うわ、はい、こんな感じ、すごいですね。はい、こんな感じとなっております。はい、ちょっと一周しても、はい、両サイド具材がもうはみ出ておりますね。はい、こういった感じでございますよ。はい、スシローで人気の具材などを使用した GoTo 超スシロープロジェクトといって、コロナ禍で苦しむ中、世の中の人にうまい寿司をお得に腹いっぱい食べていただきたいという思いで発足したプロジェクトで、全国の生産者とともに手を取り合って、この困難に立ち向かっていきたいという強い思いから実現した商品でございます、ね。超豪華な内容になっておりますね。太巻き1本の中に12種類の具材が入って、1本でたくさんのネタを口いっぱいに堪能いただけるんですよね。はい、去年よりもね、豪華な太巻きとなっております。はい、こちらね、実食して押してみたいと思います。はい、切ってまいりました。今回はね、皆さんにね、断面も見ていただきたいので切ってまいりました。はい、こちらですね。なんかもう具材がいっぱいで、ご飯が見えないっていった感じでございますね。はい、こんな感じになっております。はい、恵方巻きを
食べるときは、豆まきをして鬼を追い払ってから恵方を向いて、まあ、今年はね南南東でございますけれどもね、そちらを向いて食べる、そしてね、神様に祈願するということでね、おしゃべりはしてはいけませんね。一心不乱に食べることになるんですね。はい、かなり苦行でございます。しかも切らずに一気に食べるっていうことですね。かなり厳しい食べ方ですよね。そこでね、もう一つねあるんです。はい、こちらお稲荷さん登場でございますよ。はい、ね、こちらのお稲荷さん、2月2日は初馬の日で、2月の最初の馬の日のことを言うんですね。はい、この日は恵方巻きではなく稲荷寿司を食べる習慣が昔からあるそうでございます。ね、2月の初馬の日に五穀豊穣の神様、宇賀の御霊の神が稲荷山に降臨したっていう理由で祀られているのが稲荷神社っていうことでね、初馬の日には油揚げを使い、米俵の形のような見た目のこちらですね、稲荷寿司を食べる習慣ができ、五穀豊穣、商売繁盛をね祈願するそうでございます。ということで一緒にいただくとしましょう。はい、それではね、乾杯しましょうね。やっぱり日本酒ですよね。今日は久保田の110でいきますよ。じゃあスタッフさん、すいません、お願いします。ポン、久保田ですよ、久保田。はい、それでは乾杯しましょう。乾杯。あー、飲み口のいい柔らかいお酒ですね。あ、でも後から来るな、強いな。はい、そういった具合でね、こちらいただいてみたいと思います。すごいですね、こちらね、もうこのはみ出方が半端ないですよ。はい、あ、崩れちゃいそう。はい、こんな感じでございますよ。はい、切り口ね、こんな感じです。はい、ちょっとね、はっきり見せたいんですけど、どうでしょう、こんな感じになっておりますよ。はい、あ、指が一つ落ちた。では、いただき、あ、そう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 、あのスシローさんね、ちゃんとガリとね、お醤油とね、お醤油ですね、わさびもね、ちゃんとビニール袋に入れてね、つけといてくれました。ありがとうございます。はい、長いでいただきます。これぐらいだったらね、黙っていただけちゃいますよね。はい、いや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 、うん、はい、堪能できましたね。こちらですね、中身でございますね、12種類ね具材が入ってるってね、言われてましたけれどもね、まあ具材のね紹介をしますとね、寒ぶりですね、寒ぶり、そしてタイですね、そして国産サーモン、上アナゴ、イクラ、マグロ、エビ、ネギマグロ、卵、エビおぼろ、それからキュウリ、そしてしいたけ、かんぴょうの甘煮が入ってるんですね。だからね、口の中でね、それぞれがね、引き立っておりました。一番分かったのがね、エビかな、やっぱり。あ、でもね、うん、上アナゴもね、ふわっとした食感も良くてね、良かったですね。そしてね、最後にね、
マグロの甘みが口の中にいっぱいに広がって、はい、まあかんぴょうの味もありましたしね、もう本当にね十分ね一回にね、いろんなものをね堪能しちゃいましたよ。いやー、これは贅沢な太巻きでございますね。はい、そしてね商売繁盛でございますよ。こちらもねいただいちゃいましょうね。はい、お稲荷さんでございます。で、お稲荷さんも一口で食べるの？一口でいただきます。はい、ね、お稲荷さんも食べてね。はい、これでもうバッチグーでございますよ。ね、お稲荷さんのね、この油揚げのね、甘くしたね、タレがね、口の中に広がって、そしてご飯がしっかり入ってるんでね、もう食べた感はバッチリでございます。お稲荷さんってなんでこう美味しいんでしょうね。はい、今回ですね、スシローさんで、はい、GoTo 超スシロープロジェクトにより具材がパワーアップされることができた、特上海鮮太巻きで、まあいろいろなねネタを口いっぱいに堪能できました。はい、今年もね商売繁盛、無病息災、家内安全を祈願していただきました。はい、ということで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。鬼は外、福は内、ポロ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 豆の音、鬼はこっそり逃げてゆく。パー